状況？寝てるのかしら？手が出ている。どういう状況？あ、どうもリンリン、ハロー、パラレル、リンリンパラレルのリンドです。ここね、ギョロメちゃんっていううちに あの一番最初に来たあのフクロモモンガちゃんとその子供のウィンちゃんがねいるんですけども、あれギョロメちゃんなんだよね。どういう状況？ギョロメちゃんあれ寝てる？寝てるよね。寝てるね。あれは寝相ですね。ちょっとパッじゃないよ。ウィン。それ映んなくなっちゃう。ギョロちゃん寝てるんだね、あれね。すげえ状況で寝てるじゃん、ギョロちゃん。どうしたのそれ。なんか酔っ払いのおっさんみたくなってるけど。すると面白い角度だね。ギョロメちゃんそれどうしたの？寝てるよね、ギョロちゃん。ピクピクしてる。かわいいね。かわいいんだけどさ、どういう状況かしら。横は横でシューシュー言って求愛みたいなことしてるし、子供ちゃんはね、娘さんはさ、なんか活発に遊んでるし、子育て疲れて寝てるのかしら。ウィンちゃんはなんかそっちで。どういう状況？こういうのがあるからね、あの動物ちゃんたちって見てるのが楽しいんですよ。本当に面白い。ちょっと理解が追いつかないこの瞬間がね、一番好き。これ何なんだろう、どういうこと。寝てるよね。涙出てきた。可愛くて可愛いな。あ、入ってった。あ、起きるかな。あ、しまった。中入ったからちょっと起きたんだね。あ、なんだろうってなって手しまったね。で、今あの顔出てるのはウィンちゃんだね。ギョロちゃんどういう状況だったんだろう。まあ寝てたんだろうな。寝相だよね多分ね、あれね。もうこれ以上の、 あの寝相は見ればしなさそうなんで、ちょっと他の子を映しましょうか最後。あ、ご飯もぐもぐ食べているはるくん。近すぎてピントが合わない。はる、あんたそれ、あんたあれだね、ペッペカスちゃんと食べてんだね。ペッペカスカミカミして食ってるわ、えらいね。ペッペカスここにも落ちてるよね、これね。これは多分ケージを掃除するときに下にポトンって落ちますね。ペッペカスやっぱ下にも落ちるんで、こうやってピント合わねえけど、ピント合わねえけど、これほらピント合った。あれ出てきた、また出てきたな、あんた。こっちは寝てない、寝てるって言おうと思ったけど、あ、違う、あれ耳か、目かと思った黒いの。まあ、寝てるね。たっちゃんは起きてるっぽいけど下で、あのハロくんは上でどっしりと寝てるね。でこっちはハルが飯食ってて、あそこにウララちゃんがいるね。あ、出てきた、ウララ。おはよう、ウララ、おはよう。お子ちゃまはですね、あの基本なんかケージのいろんなところを噛む癖がありますね、あの子ね。あいつは多分もう噛み癖があるタイプの子ですね。あの潜り癖がある子と、あの潜り癖がある子はね、結構なんだろう、下にこう潜ろうと、こうこの隙間とかですらね入っていこうとするんだけど、あいつは噛み癖だね。至る所を噛み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 して確認してるね。
あのマイク・ワゾウスキーのねケースの中もかじってるもんね。こいつ噛むもの入れた方がいいのかもな。じゃあちょっとあの噛み癖が出てるっぽいから、あのおもちゃを噛むっていう風にちょっと覚えていただいて、そう今使ってない木のおもちゃがね上に1個だけあるんですよ。あの玉、あの玉ね、あの玉遊んでないからちょっとこっちのこの下のところに入れてやるか、したら多分噛み噛みしてまあちょうど良くなるんじゃないですかね。ここはねあの中がちょっとギョロメちゃんがねお気に入り、まあ、ギョロメちゃんの名前の由来になってるのがマイク・ワゾウスキーなんだけど、ギョロメちゃんがねあそこお気に入り、あそこにうんちするんだよね。うん、まあ私としてはいいことなんだけどね。あそこの中に入りながらねこのご飯皿にね手を伸ばしながらご飯をパクパク食べますね。毛振ってもご飯の中にもちょっとうんち入ってるね。うん、まああれはお気に入りなんであそこに置いとこうと思います。ちょっとねあのケージの大きさに対してちょっとギョロメちゃん、ギョロメちゃんというかマイク・ワゾウスキーのあれはねでかいんだけど、でもお気に入りなんで、ただギョロメちゃんというかそのギョロメちゃんって言っちゃう、マイク・ワゾウスキー見るともうそのマイクのね置物以外にもね入れといてあげた方が良さそうですね。あの噛み具合でいくともう必要以上に噛んでるね。ちょっと上開けて入れてやるか。これ片手でやれるかな。よいしょ。あ、片手は難しそう。片手は難しいかもな、俺な。うん、無理だ。後でやります。この子たちはね、あのはしごを一番噛みますね。はしごを噛み噛みしてますね、基本的に。はしごとあの下にあるそのリースは噛み噛みしてるけど、そいつはね噛み噛みしてないんで、そいつは君にあげるよ。うん。こっちのね、ハロ君と、パッちゃんは、パッちゃんがシューシュー言ってんのか。ハロ君とねパッちゃんはねあの噛み噛み癖はそんなにないので、強いて言うとあのわたわたを噛む癖があるくらいかな。なんでこっちはね特になんかどっか噛んで大変っていうことはないんですけど、あいつ噛み癖が出てるから噛めるおもちゃちょっと入れてあげよう、うん、ちょっとそんな感じで後ほど入れてあげよう。ちょっとうららちょうだいね。あれハルくんどこ行った？ハルくん、ハルくん、ハルくんどこ行った？ハルくんこの上かな。ハル、あいるね。ハル中にいた。ここもねおもちゃ増やしたから遊ぶ場所がいっぱいあって、基本的にもねなんか釣り革にぶら下がってるサラリーマンみたいな。あの子はもう噛み癖が出てるからそこに入れてあげようか。ちょっとそんな感じでやっていこうと思います。はい、あまりにもねギョロメちゃんが面白い体勢で寝ていたので、あのつい撮ってしまった動画でございます。よろしければまた次回の動画でお会いいたしましょう。ということで以上リントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上リントでした。バイバーイ。